イスラエルのスラッシュ製造機装造のスラッシュ飲料スラッシュは風味をつけた液体を凍らせて作る飲料。スラッシュには数多くの種類が存在する。非炭酸のタイプは非炭酸のジュースや他の液体を凍らせることにより作られる。その製造機は圧力質が必要ないため安価でメンテナンスが容易である。炭酸飲料を凍らせたタイプもありスラーピーや IC のような商品が その代表である。製造機は複雑で高価であり二酸化炭素の供給を必要とするが非常に細かく水気のないスラッシュを作ることができる。一般的ではないがコーヒー飲料やアルコール飲料を凍らせたスラッシュもある。またカレー客を利用して瞬間的に凍結するようにしたスラッシュ飲料もある。例としては普通の冷凍庫で作ることができ開けると すぐスラッシュになるスラッシーや飲料を凍結温度以下で貯蔵して開封と同時にスラッシュになるようにするチルチャンバーなどがある。コカ・コーラ社からイギリスで一時販売されていたカレー客スプライトは開けた際にスラッシュになるようにカレー客状態でボトルを貯蔵するための特別な自動販売機を必要とした。氷を砕いて水に入れたものは水の氷点摂取零度の基準である。 水から作った氷は、摂氏零度もしくは、それよりずっと低い温度にすることができる。機械による、核反の目的の一つは、水が凍結しないように保つためである。飲料に凍結温度を下げるための添加物を加えて、単なる水のスラッシュよりもずっと冷たくなるようにしたものもある。スラッシュは、砂糖と水を混合することで作られる。混合物が丸ごと氷になるのを防ぐには、 溶液中に12%から22%の糖がなければならない。糖は溶液中で不糖剤として働く。スラッシュを作る機械は一定速度で混合物を攪拌、回転させ、糖と水分子を結合させることで水の凍結を防ぐ。これにより柔らかく水気の多いスラリー状の混合物が得られる。ありがとうございます。